からの苦情の処理、ボース上空の飛行制限によるマーケット商品の納入遅れ、下水道設備の修理について、女王陛下への贈答品の選定、アンセル神道での魔獣被害。もういつになったら書類の処理が終わるんですの？お忙しそうですけど、お邪魔してもよろしいですか？うん、もちろんですわ。モルガン将軍からの情報ですね。早速伺わせていただきます。ご苦労様です。大体の状況は飲み込めました。空賊団によるハイジャック、そして身代金の要求ですか。思った以上に深刻な事態ですわね。遊撃士だってバレなければ他にも掴めたと思うんだけど。いえ、墜落事故ではないことが判明しただけでも助かりましたわ。これでボース氏としても対策が立てられるというものです。早速市民へのアナウンスと乗客の家族への対応を考えないと。大変ですね。ただでさえお忙しそうなのに。それが市長の責務ですわ。ところで犯人の正体は明らかになったわけですが、引き続き事件の調査と解決をお願いしてもよろしいでしょうか？もちろんそのつもりよ。私たちも例の空賊団とは一度やり合った因縁があるからね。遊撃士協会のメンツにかけて王国軍だけに任せてはおけないわ。うん、そうだよね。父さんのこともあるし、今度こそ決着をつけなくちゃ。うん、どうしたの？難しい顔しちゃって。うん、いろいろと考えてみたんだけど、どう考えても信じられなくてさ。信じられない？あの父さんが空賊に遅れを取ったことだよ。ロレントに現れた連中だけで実力を判断するのもなんだけど。確かにそれは言えるわね。あの程度の集団だったら先生なら軽くあしらえるはずよ。もうヨシアもシェラネーも父さんを買いかぶりすぎだって。確かに結構腕は立つけど、集団相手じゃきついと思うし。ちょっとよろしいかしら。エステルさんたちのお父様も例の船に乗っていらっしゃったの？あ、話してなかったっけ。恥ずかしながらそうなの。しかも遊撃士だったりして。カシウス・ブライトって言うんだけど。カシウス・ブライト、今そうおっしゃいまして？え、うん、ひょっとして知り合いとか？直接の面識はありません。ですがお話は伺っていますわ。そう、そうだったのですか。これはひょっとして軍との交渉に使えるかも。市長さん、失礼しました。皆さんの胸中お察ししますわ。事件の解決に役立つのならどのような協力でも惜しみません。何かご利用になった時には遠慮なく申し付けてくださいませ。市長さんどうしたのかな。父さんの名前が出た途端やたらと驚いてたみたいだけど。そうだね、なんとなく想像はできるけど。市長さん、モルガン将軍と昔からの知り合いらしいからね。それは置いておきましょう。それよりも問題なのはこれからどう動くかってことよ。うん、ただ飛行船や空賊団の行方を闇雲に探してもしょうがないよね。そんなことで見つかるくらいなら軍がとっくに発見して。うん、どうしたの？エステル、
成長したね。これまでの君だったらしらみつぶしに探せばいいのよとか言ってそうなところだけど。まさかエステルの口からそんな言葉が聞けるだなんて。お姉さん感無量だわ。どういう意味よ。まったく失礼しちゃうわね。褒めてるんだってば。確かにロレントとは違ってボース地方はかなりの広さよ。何か手がかりが欲しいところね。手がかりか。そうだ、さっき市長邸の前でナイアルたちを見かけたよね。記事のネタには困ってたみたいだけど何か知ってる可能性ないかな。確かに僕たちより一足先にボース入りしているはずだからね。聞いてみる価値はあると思うよ。あの二人どこ行ったのかな。拒否されたことがそんなにショックだったのかな。男のくせにだらしないわね。酒は飲むものであって飲まれるものじゃないのに。底なしの知らねえと一緒にされてもね。失礼ね。底なしっていうのはアイナみたいな女を言うのよ。あの女いくら飲んでも顔色変わらずに平然としてるしね。私みたいに気持ちよく酔っ払う酒飲みと一緒にしないでちょうだい。よく言うわよ。いくら酔っても潰れずにひたすら周囲を巻き込むくせに。シェラさんがザルとしたらアイナさんはタガって感じかな。どちらも底なしには違いないと思いますけど。ここは目覚めたみたいですね。飲みすぎは体に良くないですよ。頭がズキズキしやがる。ってなんだ、新米遊撃士どもじゃねえか。おいおい、なんで俺がロレントなんかにいるんだ。確かボースまで歩いて。何寝ぼけてんのよ。私たちもボースに来たの。ああ、まったく驚かせやがるぜ。おっと、これまた色っぽい姉ちゃんと一緒だな。はじめまして、記者さん。シェラザード・ハーベイよ。この子たちの先輩に当たるわ。シェラザード。おい、もしかして銀線のシェラザードか。あら光栄ね。私の名前を知っているの。うん、噂くらいだがな。若手遊撃士の中じゃ一二を争うらしいじゃないか。となるとお前さんたちも例の事件を知ら。まあね。私は何か情報を集まって長さん家の前で見かけたけど、なんだか困ってたみたいじゃない。くそ、あれを見られてた。ああそうだよ、ネタがなくて困ってたところさ。ああやっぱり。何せ軍による情報規制のせいで事故かどうかもわからない状況なんだ。直接モルガン将軍に会いにハーケン門に行こうとしたら検問に引っかかるし。ならせめて噂の美人市長にインタビューしようと思ったらメイドから門前払いを食らうし、おまけにあのトンチキ娘は断るごとにヘマをしでかすし。
おお、エイドスよ、俺が何をしたって言うんですか。追い詰められているわね。そんなに情報が知りたければ教えてあげないでもないけど。え？私たちメーベル市長に協力する形で事件を調べてるの。市長さんの紹介があったから一応モルガン将軍にも会ったわよ。マジで？うん、マジで。うわー、これぞ女神の助けだぜ。どうか頼む、その話俺にも教えてくれ。それは構いませんけど、ナイアルさん、こういう時のルールを忘れていませんか？情報はタダじゃないってこと。代価が必要だって言ってるわけ。ミラを取るつもりかよ。自慢じゃねえが、取材費なんざとっくに使い切っちまったんだ。情報屋じゃないんですから、ミラを取ったりしませんよ。ナイアルさんは事件直後に防水入りしていましたよね。いろいろと面白そうな話を耳にしているんじゃないですか。ち、おとなしそうな顔してなかなか食えない構造だぜ。言っておくが、こっちのネタはそれほど大したもんじゃねえぞ。事件に関係あることだったらどんな些細な情報でも構いません。ただし出し惜しみはやめてくださいね。わかった、わかりましたよ。こちらが出せるネタは2つある。そいつで手を打ってくれ。決まりですね。ヨシはノリノリだわ。こういう駆け引きはなかなか向いているみたいね。最初のネタは西の方にあるラベンヌ村での目撃情報でな、ちょうどボースを訪れていた村人から聞いた話なんだが、事件があった夜、空飛ぶ大きな影がある村人によって目撃されたらしいんだ。空飛ぶ大きな影？それって、ああ、例の定期船だって誰が聞いたって思うだろう。だが実際軍の部隊が行っても何も見つけられなかったらしい。なんだ、期待して損しちゃった。つまり単なる見間違い？だから言っただろうが、大したネタじゃないって。こんなネタでも情報規制課じゃ集めるのに苦労したんだからな。ご苦労様です。それでもう一つのネタは？もう一つは軍の情報部が動き始めているらしいってことだ。情報部？噂は聞いたことがあるわね。最近王国軍に新設されたばかりの情報収集分析を行う集団だって。ああ、王室親衛隊と並ぶほどのエリート組織だって触れ込みだぜ。司令を任されているジシャール大佐という人物がこれまた切れ者っていう噂でな、今回の事件も彼にかかったら解決確実とささやかれているらしい。でも私たちの捜査には役に立たない情報のような。悪かったな、役に立たなくて。だが約束は約束だ、お前たちも喋ってもらうからな。ええ、それはご心配なく。空賊団カプア一家、王家と飛行船公社に身代金要求。それだ、そういう決定的なネタが死ぬほど欲しかったんだよ。気に入ってもらえましたか？おうよ、これで記事が書けるってもんだ。こうしちゃいられねえ、ドロシーのやつを見つけないと。それじゃあ、またな。
い勢い。よっぽどネタに困って追い詰められてたんだろうね。協力できてよかったよ。よく言うわね、ノリノリで交渉してたくせに。まったく人が悪いんだから。心外だな。ギブアンドテイクを前提にしたネゴシエーションってやつさ。一理あるわね。私たちが相手にするのは真っ当な善人ばかりじゃない。癖のある相手との交渉ではしたたかさも必要になってくるわ。私には向いてないような気がする。あ、それよりもさ、空飛ぶ大きな影の話、なんだか気にならなかった？ラベンヌ村の目撃情報だね。軍の調査が入ったってことは何もない可能性が高いと思うけど。でもその調査が完璧とは限らないじゃない？モルガン将軍じゃないけど、軍人って頭固そうだから見落としてることもありそうだし。確かにダメ元で調べてみる価値はあるかもしれないね。あんたたちもいろいろ身についてきたじゃない。そういうことなら早速ラベンヌ村に行ってみるとしますか。シェラザードか。珍しいところで会うもんだな。それはこっちのセリフだわ。オート方面にいたと思ったけど、あんたも事件を調べに来た口？いや、野暮用でな。そういや、例の事件は空賊の仕業だったらしいな。しかしお前が来たんだったら安心して任せられるってもんだ。せいぜい頑張ってくれよ。何を、冷たいじゃないの。先生が捕まったかもしれないってあんたも聞いているはずでしょ。捕まった？あのカシオスブライトが？冗談きついぜ。あの食えないおっさんが空賊ごときに遅れを取るもんか。なんかの間違いに決まってるさ。私もそう信じたいけど。何なのかしらこの人。わからないけど、遊撃士であるのは確かみたいだね。ところでそこのガキどもは何だよ。見たところ新入りみたいだが。ふんふん、聞いて驚きなさい。カシウス先生のお子さんよ。いや驚いた。あのおっさんの子供かよ。はあ、こいつらがね。ふん。何をジロジロ眺め回しちゃって。黒髪の小僧はともかく、そっちの娘はド素人だな。本当におっさんの娘なのか？彼女は正真正銘カシウス・ブライトの娘です。
僕の方は養子ですけど。はあ、そうなのか。ま、そんなことはどうでもいいか。どうでもよくない。じゃあな、白里、ガキどもに足を引っ張られないよう、せいぜい気をつけるんだ。はいはい、あんたこそ突っ張りすぎて痛い目に遭わないよう注意なさい。肝に銘じとくぜ。そうだ、白里、廃校方面にいた手配魔獣を退治したっていうのはお前か？ええ、そうよ。正確には私たちだけど。見習いなんざ頭数に入れても仕方ねえだろう。あ、その調子で空賊探しも頑張ってくれや。じゃあな。なるほど、今の人が中堅のアガットか。中堅のアガット？アガット・クロスナー、遊撃士協会の聖遊撃士よ。特定の所属支部を決めずに各地を回りながら活動しているわ。獲物は魔獣を一刀両断にできるほどの質量のある体験。言っておくけど、かなりの凄腕よ。凄腕だろうが、失礼な奴には違いないわよ。そういえば、あいつも父さんの知り合いみたいだけど。父さんの実力は認めているけど、好意的とは言えない態度だったね。いろいろと事情があってね。先生に対して突っ張ってるのよ。まあどうでもいいか。あんな失礼な奴のことなんか。ラベンヌ村に急ぎましょう。はっ！戦闘終了、先に進もう。目撃情報について調べてみるとしましょうか。とりあえず村の人全員に声をかけてみればいいのかな。いきなりだと不審に思われるよ。まずはここの村長さんに話を聞いてみた方がいいと思う。うん、わかった。これはお揃いのようじゃな。今日はどうしたね。皆さんで遊びに来たのかな。いいえ、残念ながらまた仕事なのよ。本当は果実酒で一杯やりたいとこなんだけどね。ほっほっほ、世の中思い通りにはいかんもんじゃの。ところでこの前は聞きそびれたのじゃが、もしかしてあんたたち、アガットの仲間かね。
まあ確かに同僚ではあるけど、一緒に行動してるわけじゃないわ。顔見知りといったところかしら。そうか、相変わらず一人でいるのか。どうしたの村長さん。いや、こりゃ失礼した。それでこの辺鄙な村に何の用事かね。まさかまた手配魔獣でも出よったか。いえ、実は定期船消失事件について調べている最中なんです。こちらで目撃情報があったという話を聞いたのでお邪魔しました。なんじゃ、その話かね。先日王国軍の兵士たちも調べに来ておったが、結局この辺りを調査してそのまま帰って行きよったぞ。やっぱりそうなんだ。ところで空飛ぶ影ってのを目撃した人って誰なの？村の子供でな、ルーイという男の子じゃ。事件があった夜に怪しげな影を見たらしいが、何分子供のことじゃ、寝ぼけて夢を見たのかもしれん。夢か。とりあえずその子からも話を聞いた方が良さそうだね。うん、そうだね。村長さん、お邪魔しました。なんのなんの、何かあったらまた来なさい。見かけない顔だね。フルーツ買いに来た商人さん？ふん、それが違うのよね。何を隠そう、ブレイサーよ。ブレイサー？上がったお兄ちゃんと同じ？でもお姉ちゃんそんなに強そうには見えないけど。はっきり言ってくれちゃって。でもこの華麗な棒術を見て、果たして同じことが言えるかしら。わ、わ、くるくる回ってすごいや。ふふふ、思い知ったかね。それじゃあもっとすごい技を。エステル、はしゃぎすぎ。それよりも、もしかして君がルーイ君？あ、うん。どうして名前を知ってるの？村長さんに聞いたんだ。君が空飛ぶ影を見たってね。その時のことを聞きに来たんだ。え？でも兵隊さんが調べて何も見つからなかったって。うん、それでもいいんだ。僕たちにも教えてくれないかな。できる限り詳しくね。うん、うん。あのね、僕星を見るのが好きなんだ。それで夜中に家を抜け出してここで星を見たりするんだけど、この間の夜、夜空に二つの影が動くのを見かけたの。え、ちょっと待って。空飛ぶ影って二つもあったの？うん。あ、大きさは違ったよ。まるで親子連れみたいだった。大きさの違う二つの影。定期船と空賊艇。そう考えると辻褄は合うわね。確かに森に現れた船は定期船よりも小型でしたね。それでその二つの影は北の方に飛んでいっちゃって、そのまま見えなくなっちゃった。北っていうと？村の裏口からさらに山道が続いているわ。ずいぶん昔に廃坑になった七曜石の鉱山があるみたいね。兵隊さんたち北の山道を徹底的に調べたんだけど、何も見つからなかったって。
だから僕が寝ぼけて夢を見たんだろうって言って、それでバカにしたように笑って。ああもう、男の子が泣いたりしないの。私たちは兵隊とは違うよ。君の話が夢なんかじゃないってちゃんと証明してあげるんだから。ほ、本当？本当も本当、どーんと任せなさいって。だから君もベソかいちゃダメだからね。うん、うん、お姉ちゃんいい人だね。相変わらず子供に好かれやすいみたいね。ええ、あれも人徳かもしれませんね。ん？どうしたの？いや、なんでもないよ。それよりも、やるべきことは決まったみたいだね。うん。早速村の裏口から出て、北の参道を調べてみましょう。ここが廃坑の入り口みたいだね。確かに丸賀鉱山と同じような雰囲気は残っているけど、ずいぶん錆びれちゃってるわね。ずいぶん昔に閉鎖されたそうよ。鍵と鎖も錆びついているわ。最近開かれたことはなさそうね。ということは空賊たちが出入りした可能性もない。
だから軍も調べなかったのかな。確かに岩山の中を調べても何かの手がかりが見つかるわけ。どうしたのエステル。気のせいかもしれないけど中から風が吹いてきてない？中からって廃坑の奥から？うん、そう。ちょっと待って。本当だ、かすかだけど風が吹いてきている。あ、やっぱり？あんたって時々驚くほど勘が冴えることがあるわね。さすが先生の娘ってところかしら。父さんは関係ないってば。それよりこの中めちゃめちゃ気にならない？確かにどこかに通じてる可能性があるかもしれないね。調べてみる価値。よし、そうと決まったら早速鍵をぶち破って。こらこら、やめなさい。とりあえず村に戻って村長さんに相談してみるわよ。鍵を持ってるかもしれないわ。ちぇ、残念。ここにいたんだ。おお、遊撃士の諸君か。ずいぶん立派なお墓ね。10年前の戦争の犠牲者を弔うために建てたものじゃ。ボース地方は帝国に近いから一番の激戦地となってな。この村も戦火に巻き込まれて何人かの犠牲者を出したのじゃ。そうなんだ。あんたたちまでしんみりすることはないさ。今ではここの掃除をするのがわしの日課になっとるんじゃ。ところでどうしたね。わしに用があるんじゃないのか。あ、うん、相談したいことがあるんだけど。その前に。これも縁だし私たちもお参りしてもいいかしら。花はありませんけど、せめてお祈りくらいは捧げさせてください。おお、そうか。もちろん構わんとも。あやつらも喜ぶじゃろうて。あの廃校に手がかりがあるかもしれんか。確かに兵士たちはあの中までは調べなかったの。ルーイって子の話を聞いてどうしても気になっちゃって、念のため調べてみたいから入り口の鍵を貸してくれないかな。あの南京町の鍵か。ちょっと待っておくれ。確かこの引き出しに。おっと、あったあった。ほら、これでいいんじゃろ。
な鍵。ありがとう、村長さん。本当に助かります。いやいや、遊撃士協会にはいつも世話になっとるからな。このくらい協力するのは当然じゃ。村長さんみたいな人ばかりだと私たちも助かるんだけど。何か見つかったらちゃんと報告させてもらいます。うん、よろしくお願いする。村長さんから借りた鍵を。はあ、固いと。さてと、早速。空族どもはともかく、魔獣がいそうな気を引き締めていくわ。戦闘終了、先に進もう。眩しい。ん？あれって。静かに、エステル。これは大ビンゴね。重い資材は放っておいて、食料品と貴重品を優先するんだ。できるだけ急げよ。グズグズしてると連中が来る。勝手だ、黄色兄貴。こんなところに定期船が。あの子の話はやっぱり夢じゃなかったんだ。ここは露天掘りをしていた谷間ね。
うまい隠し場所もあったもんだわ。簡単に見つからないわけですね。あれは定期船の積み荷を空賊艇に運び込んでいるのかな。考えるのは後々、また逃げられる前に何とか捕まえなくちゃ。はあ、これで3往復目かよ。まったく兄貴と来たら弟使いが荒くてたまらないぜ。まあいいや、これが終わったらゆっくりと身代金の交渉を。そこまでよ。何？この世に悪が栄える限り真っ赤に燃える正義は消えず、ブレイサーズただいま参上。あり？何なのブレイサーズって。まったく、もうすぐ調子に乗るんだから。何よ、ちょっと外しちゃっただけじゃない。お前たちはジョゼットがやり合った連中、話が違うじゃないか。どうしてこんな早く来るんだよ。話が違う？早く来る？何わけわかんないこと。遊撃士協会の規定に基づき、定期船強奪、乗客拉致の疑いであなたたちを緊急逮捕するわ。覚悟はいいかしら？ちょっと待て、ひょっとしてお前ら3人だけで捕まえに来たのか。何よ、見ればわかるでしょ。ふーん、なるほどね。あの連中とは関係ないわけか。だったら話は早い。しばらく眠っていてもらおうか。何も出ないもんね。ほれ、とっとと降参して乗客たちを解放しなさいよ。本当に何も知らないらしい。まったくおめでたい連中だぜ。あんですって。気をつけて。残念だが、そのくらいは我慢してやるさ。あばよ、ブレイサーの諸君。ちょっと目に染みた。大丈夫、毒性はない。普通の発煙筒だったみたいだね。見えなくなったわね。やれやれ、一度ならず二度までも取り逃がしたか。こりゃ私の方は降格されても文句言えないわね。もう知らねえってば。そんな風に自分一人が悪いような言い方やめてよね。僕たちにだって逃げられた責任はあります。悔やんでいる暇があったら今できることをしておかないと。
役だわね。幸い定期船は取り戻せたし、早速調べてみるとしますか。中に乗客がいるかもしれないわ。多分これを使って積み荷を外に運び出したんだ。これって何かな。オーバルエンジンのコントロールパッド、動力は完全に落ちてるみたいだけど。喜んで座っちゃうとこだけど。座ったりしないの。これ操縦用のダリーよね。操縦していた人どこ行っちゃったのかな。一通り調べてみたけど誰もいないみたいね。どうやら彼らの船で連れ去られた可能性が高そうだ。多分連中のアジトに。うん、せっかく手がかりを見つけたと思ったのに。ほらほら、そんな辛気臭い顔しないの。まだ手がかりが完全になくなったわけじゃないわ。あの連中どうしてこんな場所に定期船を隠したんだと思う？え？見たところ船内の動力は完全に止まっている。これはつまりオーバルエンジンが抜き取られたことを意味しているわ。オーグメントの動力は時間が経てば回復するものだからね。さらに連中は大量の積み荷を何度も往復して運び去っている。その手間とリスクを考えたら定期船ごとアジトに運んだ方がはるかに効率がいいと思わない？あ、確かに。それなのにこの場所に定期船を隠していた理由か。考えられるとしたら、確かに人質を空賊艇に移すとき着陸させる必要があったのかもね。だけど定期船をアジトに運ばなかった理由にはならないわ。
推測するに、彼らのアジトは少し特殊な場所にあるのだと思う。10から15アージュ、つまり空賊艇程度の小型船のみ着陸できるような特殊な場所にね。なるほど。山岳や峡谷のような高低差の激しい入り組んだ地形、そういった場所が怪しそうですね。ええ、私もそう思う。ただそうなると私たちだけでは限界だわ。歩いてたどり着けない場所にアジトがある可能性もあるからね。どうするの？そうね、不本意だけど事情を説明して軍に協力を要請すべきかもしれない。彼らは警備飛行艇を持っているから。今さら軍の連中に頼るの？どの道この定期船のことを連絡しないわけにはいかないさ。彼らの態度がどうであれ、ここは協力した方がいいと思う。それで人質が戻ってくるんだね。うん、そうね。こだわってる場合じゃないか。とりあえずギルドに戻ってルグランじいさんに報告しましょう。ギルドの動力通信を使えばハーケンモンに連絡できるはずよ。これはさすがに予想外だね。連絡する手間が省けたと喜ぶべきかしら。武器を所持した不審なグループを発見。お前たち、おとなしく手を挙げろ。まったく世も末だぜ。こんな女子供が空賊とは。誰が空賊ですって？この紋章が目に入らないの？遊撃士の紋章か。そのようなものが身の潔白の証になるものか。モルガン将軍、どうしてここに？各部隊の報告に目を通して調査が不十分と思われる場所を確かめに来たのだが、まさかお主らが空賊団と結託していたとは思わなんだぞ。言いがかりをつけるのはやめていただけないかしら。我々はそちらより一足先にこの場所を探し当てただけだわ。ならば空賊どもはどこだ？その中に人質たちはいるのか？空賊にはあと一歩のところで逃げられてしまいました。人質の乗客もここにはいません。語るに落ちたな。大方我々がやってくることをお主らが空賊に知らせたのだろう。ちょっと、いい加減にしてよね。それはこちらのセリフだ。者ども、こやつらを引っ捕らえ。明朝、将軍閣下自らの手であんたたちの尋問が行われる。そこで無実が証明されれば2、3日で釈放されるはずさ。ま、しばらくそこで頭を冷やしておくことだな。
冗談じゃないわよ。こちらの言い分も聞かないでこんな場所に放り込んでさ。軍が空賊団を逮捕できれば疑いは晴らせるだろうけど、こうなると無理かもしれないな。え、どうして？廃校で戦った空賊リーダーの言葉を覚えているかい？話が違う、来るのが早いって。そういえばそんなこと言ってたかな。まさかそれって軍の部隊のことだったの？十中八九そうだと思う。そしてそれが意味するのは、軍内部に空賊のスパイがいる、もしくは情報を流す協力者のような人物がいる、つまりそういうことね。はい。それが本当だったら絶対に捕まらないじゃない。やっぱり私たちが頑張るしかないっていうのに。八方塞がりってやつね。こんな時に先生だったらどう切り抜けるのかしら。どうやらお困りのようだね。あれ、ヨシは何か言った？いや、僕は何も。隣から聞こえてきたわ。しかもなんだか聞き覚えのあるような。おお、つれないことを言わないでくれたまえ。この艶のある美声を聞いたら誰だかすぐにわかるだろうに。この根拠のない自信、そして自分に酔った口調。ひょっとしなくてもオリビエ？ピンポーン。ああ、こんなところで再会することができるとは。やはり僕と君たちは運命で結ばれているらしいね。あんたどうしてここにいるのよ。ボスに案内したはずでしょ。しかもこんな牢屋に閉じ込められているなんて、一体何をしでかしたわけ？まあまあ、そう一度に質問しないでくれたまえよ。これには海よりも深く山よりも高い事情があるのさ。あっそ、だったら聞かない。っていうか聞いちゃったらものすごく疲れそうな気がする。偶然だね、エステル。僕もそんな予感がするんだ。そういうわけで話してくれなくても結構よ。私たちの健康と美容のために。そんなに遠慮することはない。一部始終聞いてもらうよ。僕の身に起きた悲劇的事件をね。聞いちゃいない。君たちと別れた後、僕はマーケットを冷やかしてからレストランアンテローゼに入った。そして存分に舌鼓を打った後、余興にグランドピアノを弾いたのさ。するとレストランの支配人が身を震わさんばかりに感激してね、レストラン専門のピアニストとして雇いたいと頼み込んできたわけだよ。どうでもいいけど、あんた竜と引きじゃないの？天才というのは獲物を選ばないものだよ。それはともかく、僕はある条件を出してそのオファーを受けたわけだ。ミラの代わりに料理とワインを毎日タダでご馳走してくれってね。なんていうかオリビエさんらしいですね。でもそれがどうしてこんな牢屋に入れられることに？はあ、ここからが聞くも涙、語るも涙の話なのさ。その夜、早速僕はシェフに作らせた鴨肉のソテーに舌鼓を打っていたのだが、血を使ったソースがまたたまらなく濃厚な味わいでね。どうしても普通の赤ワインでは物足りなく感じてしまったのだよ。なんか無性に殴りたくなってきたわね。それで、あんたはどうしたの？貯蔵庫の奥に保存されていた良さそうな一本を拝借したんだ。グランシャリネ、1183年もの。グランシャリネ、しかも1183年ものですって？
オートのオークションに出た幻のヴィンテージワインじゃない。ほう、シェラ君はなかなか詳しいみたいだね。僕も噂を聞いてかねてから飲んでみたいと思っていたのさ。オークションってどのくらいの値段がついたの？聞いた話じゃ50万ミラで落札されたそうよ。50万ミラ！？たかがワイン一本に？とんでもない世界だね。オリビエさん、まさかそのワインを。言うまでもない。美味しくいただかせてもらったよ。鼻孔をくすぐる福いくたる香り、喉元を愛撫する芳醇な味わい。ねえ君たち、信じられるかい？バラ色に輝く時間と空間が確かにそこには存在したんだ。ダメだこりゃ。やっぱり疲れたね。呆れて物も言えない。しかしそうなると今度は料理の方が物足りなく感じてね。ワインに合うくらいの一品をシェフに作らせようとした時にちょうど支配人が帰ってきたんだ。僕もケチじゃないからね、彼にも商売してもらおうと気前よくグラスを勧めたんだが、なぜか激しく立腹し始めてね。あれよあれよという間に兵士たちがやってきたのだよ。それでなんとこれがまた。以上が僕をここに送った涙なしでは語れぬ悲劇的事情さ。さあ思う存分同情してくれたまえ。バカ。おや、ちょっと君たち、そのクーとかスとか、うん、バカとかいうのはなんだね。いいかい、話はここから面白くなるのだよ。ここに連れてこられてからもさらなる試練が僕を待ち受けて。もしもーし、ちょっと聞いてますか？おい、あんたたち起きてくれ。眠い。どうしたんですか？こんな朝早くから尋問なの？さすがに勘弁してほしいわね。いや、その反対だ。あんたたちを釈放する。急に？何か理由でもあるんですか？こういうわけですわ。市長さん。あらら、珍しい場所で会うじゃない。皆さん大変でしたわね。ですがもう安心してください。皆さんの疑いは晴れましたから。ふん。まだ完全に納得したわけではないが、まあメーベル城たっての頼みだ。せいぜい彼女に感謝するといい。それって市長さんが私たちをかばってくれたっていうこと？かばったわけではありませんわ。ただ皆さんの事情について閣下に説明しただけですから。私たちの事情？そこの二人、おのしらに一つ質問がある。カシウス・ブライトの子供というのは本当なのか？え？はい、おっしゃる通りです。彼女はエステル・ブライト、僕は養子のヨシュアと言います。そうか、確かにそちらの娘にはレナ殿の面影が残っておるな。お母さんを知ってるの？ロレントの家を訪れた時に何度か手料理をご馳走になった。赤
ん坊だったお主にも会ったことがあるぞ。ちょっと待って、モルガン将軍って父さんの個人的な知り合い？父さんが昔軍にいたのは私も知っているけど。遊撃士としてのやつは知らん。わしが知っているのは軍人としてのカシウスだけだ。希代の戦略家と呼ばれたんだ。戦略家？まったく、何を好んで遊撃士協会などに。思い出すだけで腹の立つ。わしはこれで失礼する。どうなってんの？エステルさんのお父様は優秀な軍人だったそうですわね。退役するとき何度も引き止めたと将軍閣下から伺ったことがありますわ。そうだったんだ。なんだか信じられないけど。しかしそうなると将軍の遊撃士嫌いは先生が原因かもしれないわね。目をかけていた部下に去られた悔しさから来ているのかも。なんかそれっぽいですね。じゃあ何？父さんのせいで私たち苦労してるわけ？あの極道親父。さて、それでは皆さん、坊主に戻るといたしましょう。定期船が見つかったことで事件は新たな局面を迎えました。いろいろと相談したいことがあるのです。あ、うん。あら、どうなさったの？帰るのは賛成なんだけど、何かを忘れているような。そういえば何だったかしらね。ああ、人はなんと無情なのだろう。一夜を共にした仲間のことをいとも簡単に忘れ去るとは。なんという悲劇、なんというやるせなさ。いいさ、僕はこの暗き煉獄で一人朽ち果てていくとしよう。あれがいたか。完全に忘れ去ってたわね。気の毒とは思うけど、さすがにどうすることも。そちらの方は噂の演奏家の方ですわね。グランシャリネを勝手に飲んでしまったという。いかにも。しかしレディ、勘違いされては困るな。あれは前払いだよ。華麗なる僕の演奏に対するね。面白い方ですわね。まあついでですから、あなたも釈放していただけるよう将軍に掛け合って差し上げますわ。ほう、さすがにそれは無理があるような。レストラン側が訴えれば少なくとも訴訟にはなるはずよ。その心配はありませんわ。あのレストランのオーナーは私ですから。え、あのグランシャリネも私が競り落としたもの。これならば問題ないでしょ。まさか本当に釈放されちゃうなんて。まったく大した悪運だこと。そんなに褒めないでくれたまえ。しかしただであのワインを飲んだとあっては心が咎めるな。契約通りレストランでピアノを弾かせていただこうか。それは遠慮しておきますわ。さすがにあの騒ぎの後だといろいろと気まずいでしょうから。こいつだったら全然気にしないと思うけど。確かにずぶとそうだしね。まあ今回のことはお互い不幸な事件と割り切りましょう。しかしそれでは僕の気が済まない。そうだな、ちょうどエステル君たちが何かの調査をしているようだね。
ワインの礼に彼らの手伝いをするというのはどうだろうか。はあ？あら、それは面白いですわね。お願いしてもいいでしょうか。お任せあれ。そういうわけだ。君たち、よろしく頼むよ。ちょっと待って、どうしてそうなるのよ。素人についてこられても、正直言って迷惑なんだけど。足手まといにならない自信は？銃とアーツにはいささか自信がある。無論僕の天才的な演奏と一緒にされても困ってしまうが。そういうセリフが激しく不安を誘うんですけど。でも悪くないかもしれないね。軍が当てにならない以上、僕たちも人手不足な気がするし。まあいいわ、協力してもらうとしますか。ただし足手まといになると判断したら外れてもらうけど、それでもいいかしら。構わないよ。決して失望させたりしないから、どうか安心してくれたまえ。失望するも何も、最初からそんなに期待してないし。話がまとまって何よりですわ。それはそうと、皆さんに報告することがあるのです。報告すること？そういえばここに来るまでに街が騒がしかった気がするわね。何かあったの？はい、実は昨晩ボースの南街区で大規模な強盗事件があったのです。武器やオーグメント工房をはじめ何軒かの民家が被害に遭いました。え？やっぱり例の空賊たちの仕業ですか。今のところは不明ですが、その可能性は高そうですわね。現在王国軍の部隊が調査を行っている最中ですわ。なるほど、私たちもすぐに調査した方が良さそうね。ええ、お願いいたします。ここまでの調査のお礼はギルドにお支払いしておきますわ。当座の調査費用としてどうぞお役に立ててくださいな。また軍の連中に邪魔されそうな気がするけど、ま、そうなったらその時だよね。邪魔されるのはともかく、こちらが情報をつかんだとしても軍には伝えない方がいいと思う。本当にスパイがいるとしたら空賊たちに筒抜けになるからね。不本意だけど仕方ないわね。とにかく慎重に行動しましょう。それでは諸君、早速南街区に行くとしようか。だからどうしてあんたが仕切んのよ。市長から。ん？では、おお、シェラザードたち、びっくり。
意したぞ。遊撃士が調査中、軍に身柄を。モルガン将軍もやってくれ。申し訳ないわね。いやいや、とにかく本部を通じて王都に抗議しようかと。そうこうしておる間にメイベル市長が動いてくれてな。そんなに大変なことだったんだ。そりゃね、特にリベール王国は遊撃士に捜査権を認めているんだもん。将軍の行動は王国が決めたことと矛盾していることになるわね。今回は結果として丸く収。そんなもんだろう。しかしこりゃ根こそぎやられちまったようだな。こんにちは。早速取材ですか。ご苦労さんね、あんたたちも。おっと、お前さんたちか。軍の連中に廃校でとっ捕まったんだってな。いや、ほんと心配したぜ。何、人事みたいに言ってくれちゃってるかな。ナイアルの情報をもとに村に行った結果なんですけど。おいおい、それ逆恨みだろ。ナイアルさんたちも廃校には行ったんですか。そうだよ、昨日のうちにね。ヨシュア君たちは連行されちゃった後だったけど。しかし逮捕の現場にいたら面白い写真が撮れたんだが。本当惜しいことしたぜ。これだからマスコミの人間ってのは。それよりもこのありさまはやはり空賊の仕業なのかしら。軍の連中も手がかりを調べているらしいが、正直何もないみたいだぜ。そう、厄介ね。記者君、ちょっといいかい。空賊たちは町のどこから侵入したのかわかるだろうか。目撃情報によると西口方面に去ったらしいが。それはおかしいな。西口に入ってすぐのところには市長邸やマーケットもある。それらを襲った方がはるかに見入りが良さそうだが。言われてみれば確かに。ところで、あんた誰？よくぞ聞いてくれたね。オリビエ・レンハイム、脅迫の詩人にして天才演奏家さ。噂くらいは聞いているだろう。飲み逃げしたっていう。お目にかかれて光栄です。照れるじゃないか。インタビューならばいつでも受け付けてあげよう。あー、
ある意味同じタイプかもね。なんで一緒に行動してるのかは聞かないでおくことにするぜ。ま、それが無難でしょうね。まだ有力な情報は得られていない。もう少しここで聞き込みを続けてみましょう。すまんが、こちらが先だ。他の場所を渡ってくれ。聞き込みをしている最中だ。で聞き終わるからいい子にして待っててくれよ。もう少しで聞き終わるからいい子にして、もう少しで聞き終わるからいい子にして待っててくれ。お前たち。ん？どうしたの？一言忠告しようと思ってな。いくら市長の代理とはいえ、お前たちはあくまで民間人だ。我々が調査している最中にうろうろしないでもらおうか。なんですって？忠告というよりも警告ですね。部をわきまえろと言っている。そんなに調べたいのだったら我々が引き上げた後にするんだな。あまりわがままが過ぎるとまた牢屋に招待させてもらうぞ。うん、気にしないの、エステル。どうせ何もできやしないわ。虎の意を狩る狐とはよくぞ言ったものだね。何？何をやっているのかね。これは大佐殿。栄えある王国軍の軍人が善良な一般市民を脅すとは、まったく恥を知りたまえ。ですがこいつらはただの民間人ではありません。ギルドの遊撃士どもです。ほう、そうだったのか。だったらなおさらだろう。軍とギルドは協力関係にある。対立を煽ってどうするのだ。しかし自分は将軍閣下の意を汲みまして。やれやれ、モルガン将軍にも困ったものだ。ここは私が引き受けよう。君は部下を連れて撤収したまえ。
しかし早朝から始めているのだ。もう十分に調査しただろう。将軍閣下には後で私の方から取りなしておく。それでも文句があるのかな。了解しました。撤収、派遣門に戻るぞ。さてと、遊撃士協会の諸君、軍の人間が失礼をしたね。謝罪をさせてもらうよ。これはどうもご丁寧に。ま、こちらも挑発的だったし、お互い様としておきましょう。そう言ってくれると助かるよ。先ほども言ったように、軍とギルドは協力関係にある。互いに欠けている部分を補い合うべき存在だと思うのだ。今回の一連の事件に関しても君たちの働きには期待している。失望させないよう、せいぜい頑張らせてもらうわ。なんかすごくまともそうな人ね。誰なんだろう。大佐、そろそろ帝国ですが。おう、そうか。それでは諸君、これで失礼させてもらうよ。そういえばまだ名乗っていなかったな。王国軍大佐リシャールという。何かあったら連絡してくれたまえ。リシャール大佐ってどこかで聞いたことあるような。ナイアルさんが言ってた人だね。王国軍情報部を率いる切れ者の若手将校だっていう。あ、そうだった。軍人にしては結構話が分かる人だったね。年は30半ばくらい、ルックスも悪くないときたか。軍人より政治家に向いていそうね。はい、お前さんたち、今の黒服の軍人誰なんだ。なんか見覚えがあるんだ。なんだ、顔は知らないんだ。ナイアルが言ってた情報部のリシャール大佐だってさ。な、何？おいおい、それ本当か。本人がそう名乗っていたから間違いないと思いますけど。まさかこんなところで噂の人物に出くわすとは。こうしちゃいられん。ドロシー、追いかけるぞ。あいあいさー、よくわかりませんけど。張り切ってるわね。インタビューでもするのかな。確かに記事にしたらウケそうな人物ではあるわね。どうしたの、珍しく真剣な顔しちゃって。いや、今の大佐なのだが、なかなかの男ぶりであるのは僕も認めるにやぶさかではない。しかし。しかし何ですか。僕のライバルとなるにはまだまだ役者不足だと言えよう。より一層の精進を期待したいね。聞くんじゃなかった。その自信がどこから湧いてくるのか不思議ですね。さてと、兵士たちがいなくなったところで調査を再開するとしますか。さっき話を聞けなかった住民の人たちから話を聞くわよ。うん、了解。まだ予想を調べに行っても仕方ないわね。まずはさっき話を聞けなかった住民の人に話を聞きに行くわよ。さっき
話を聞きに来ていた遊撃士さんたちじゃないか。あ、はい。すまなかったね。さっきは相手ができなくて。それで、あんたたちも昨晩の話を聞きに来たのかい？はい。伺ってもよろしいですか？ああ、いいともさ。昨日の夜中のことさ。扉の外で何やら物音がしてね。私はこんな時間に亭主が帰ってきたのかと思って扉を開けて怒鳴りつけてやったんだ。だがそこにいたのは向かいの工房から出てきた覆面の男たちだったのさ。あの時ばっかりは心臓が止まるかと思ったね。もっとも向こうも驚いて北の方に逃げていったけどさ。なるほど、それが空賊たちだったのね。じゃあここのお宅は特に被害はなかったんですね。ああ、不幸中の幸いだったよ。一ついいかしら。ご主人が遅かったというのは酒場にでも行ってたということ？それだったらまだ許せるんだけどね。うちのは飲んだくれに加えて大のこれ好きときたもんだ。また馬がつくほどの釣り好きでね。昨日もカサギを釣るとかで南の湖畔に行っちまったんだよ。しかもまだ帰ってきやしない。え、それじゃまだ事件のことは知らないの？その通りさ。まったくあの宿六、帰ったらただじゃおかないよ。おい、帰ったぞ。はあ、やれやれ、朝から粘ったのに坊主に終わっちまったよ。お、なんだ、お客さんかい？このすっとこどっこい。なんだってんだ、いきなり大声出しやがって。お客さんに失礼じゃねえかよ。失礼なのはあんたの方だよ。まったくこの大変な時にのんきに遊びほうけてるなんてさ。ああ、大変な時？実は。はあ、空賊による強盗ね。そりゃ大変なことがあったな。しかしこいつの怒鳴り声で逃げてったってのは傑作だぜ。空賊も災難だったよな。なんだって？落ち着いておばあちゃん。しかし夜暗に紛れて現れてどこかに消える空賊どもか、あいつの言ってたことがもしかして関係あるのかね。あいつ、どなたのことなんですか？ああ、俺の釣り仲間でな。南の湖畔にある宿屋に滞在してる奴がいるんだよ。そいつが宿屋の近くで妙な連中を見かけたらしいんだ。妙な連中？興味深いわね。詳しく話してもらえない？構わんが、言っておくがまた劇だぞ。何でも夜釣りをした時に偶然見かけたらしいんだが、真夜中に宿屋の出口から街道に出た連中がいたらしい。しかも宿の人間に聞いてみるとそんな連中は泊まってないそうだ。それは確かに妙な人たちですね。その宿、強盗事件とか起こったりはしていませんか？そういう物騒な事件は全く起きちゃいねえよ。静かで飯のうまい、なかなかおすすめの宿だぜ。なんといってもいい釣り場だし。肝心の強盗事件については
手がかりはなかったけど、なかなか興味深い話が聞けたわね。うん、同感だ。特に宿屋の食事が美味だというのが気に入った。そういう話じゃないってば。まあ私も釣りにはちょっと心惹かれるけど、何も事件が起きてないんじゃ調べてみる価値はなさそうね。いや、それは逆だと思うよ。下手に事件を起こしたら軍に徹底的に調査されてしまう。逆に何も起きてない場所こそ空賊たちが現れる可能性は高い。そっか、そういう考え方もあるか。確かにこの一連の事件、軍にスパイがいるかはともかく、空賊たちは相当に抜け目がないわ。起きた事件を調べるだけでは連中を追い詰めることは難しい。連中の動きを読んだ上で一歩先を行く必要がありそうね。なるほど、守りより攻めの姿勢ね。それでは行こうか。リベールの真珠と歌われし、麗しのバレリア湖のほとりへ。酔いしれたかな。Thank you.
ここがバレリア湖の北岸か。なかなか雰囲気がいい場所ね。そうだね、宿も立派そうだし。前に仕事で泊まったことあるわ。酒は美味しいし部屋もいい、文句のつけられない宿だったわね。遊びに来たんだったら言うことなし。あれ違うのかい。僕はそのつもりだったけど。昼はボートに揺られうたた寝し、夜は酒と料理に舌鼓を打つ。これぞバカンスというやつだね。ちょっとしたジョークさ。バカンスはいつでも楽しめるが、空賊退治は今しか楽しめない。このオリビエ、優先順位はちゃんとわきまえているつもりだよ。楽しむ楽しまないの問題じゃないと思うんだけど。まあいいわ、本気でやってくれさえすれば。早速ご老人が言ってた釣り好きの滞在客を探すわよ。一昨日の夜、怪しい人たちを目撃したっていうお客さんですね。カワセミ亭へようこそ。皆さん泊まりに来たのかい？一応そうだけど、それだけじゃないっていうか。ある人を探しているんです。こちらに滞在しているお客さんで、釣り好きの方はいらっしゃいますか？釣りだったら大抵のお客さんは楽しんでるけど。昨日ここに泊まったご老人の釣り仲間って聞いたわ。心当たりはないかしら？ああ、クワのおじいさんのことか。その釣り仲間といったらロイドさんのことじゃないか？ロイドさん？オートから来ているお客さんで、プロのアングラーだって話だよ。長江師団とかいうオートにある団体のメンバーらしいんだ。なんかすごそうな人ね。その人どこにいるのかな？そりゃもちろん釣り糸垂れに行ってるに決まってるさ。確か裏の桟橋にいるはずだよ。おじさんがオートから来てるっていうロイドさん？すごい集中力だね。魚以外目に入らないみたいだ。仕方ない、ここは僕の出番のようだね。え？ふぅ。君たちは いつからそこに？えげつな。見ているこっちも思わず鳥肌が立っちゃったわね。やあ、ごきげんよう。先ほどから声をかけていたんだが、さすがプロ、すごい集中力だね。あなたがロイドさんですね？ああ、その通りだが、はて、どうして私の名前を？とあるご老人からあなたのことを聞いたのよ。少し時間をいただけないかしら？なるほど、桑野さんから聞いたのか。ああ、確かに見たよ、一昨日の夜、奇妙な連中をね。やっぱりその話、私たちにも詳しく教えてくれないかな？その前に、君たちは遊撃士だって？何かの事件に関係することかい？断言はできません。ですが、可能性はあります。
わかった。そういうことなら協力しよう。一昨日の晩、ボートで夜釣りに出た時のことさ。主との格闘に明け暮れた私はクタクタになって宿に戻ってきてね。すっかり夜も更け、宿の者全員が眠りについている時間になっていた。ちょっと待って、その主っていうのは。よくぞ聞いてくれました。主というのはこのバレリア湖に住む巨大マスのことでね、もう10年以上も前から我々釣り愛好家の間で畏怖されている魚なんだよ。しまった、マニア心に火をつけましたね。そんなすごいやつなんだ。ああ、私は5年近くやつを追っているのだが、何せ広大なバレリア湖をあっちに行ったりこっちに来たりと気まぐれに餌場を変える魚でね、最近この辺りに現れたことを知って私もオートから追っかけてきたわけさ。大した情熱だ。その気持ちわからなくもないよ。僕も気に入ったものがあったら何としても手に入れたくなる口でね。例えばグランシャリネとか。あれは手に入れたんじゃなくて飲み逃げしただけでしょうが。話を戻すわよ。それでロイドさん、夜釣りから戻ってきてどうしたの。ああ、それでボートを戻して宿の中に入ろうとしたんだが、奇妙な二人組が宿の敷地から街道に出ていくのを見かけたんだよ。街道ってそんな真夜中にですか。ああ間違いない、アンセル神道に出て行ったよ。最初は町から遊びに来た連中が戻るところなのかと思ったけど、さすがに時間が遅すぎるし、次の日宿の人間に聞いてみたら、そんな連中知らんと言うじゃないか。幽霊でも見たんじゃないかって思わず背中がゾーッとしたもんさ。幽霊？そんなの出るのここ。何せその二人組若い男女のカップルだったからね、もしかしたら周囲に認められずに心中したカップルだったのかも。やめてよ。やれやれ、相変わらず幽霊話には弱いのね。そのくせ聞きたがるんですよ、怪談とか世にも不思議な話とか。エステル君もそうやって怖がっている分にはなんとも可愛らしいじゃないか。寒さに震える子猫のようだよ。噛みつくわよ。まあ幽霊っていうのは冗談さ。だが訳ありのカップルというのはもしかしたら本当かもしれないんだ。女の子が変わった服を着てたからね。変わった服というと。後ろ姿しか見ていないから確実とは言えないんだが、学生服を着てたみたいなんだ。学生服ってまさかジェニス王立学園ですか。おお、よく知っているね。私の名も通っているんだが、それとそっくりだったよ。なるほど、これで一気に怪しくなったわね。怪しいどころか絶対あの生意気娘だって。とうとう尻尾をつかんだわよ。なんだ、君たちの知り合いだったのか。だったらあの二人が思い詰めて早まったことをしないよう注意してやってくれ。確か今夜あたりにまた来るようなことを話していたからね。それ本当ですか。ああ、2日後にまた来るぞって若い男の方が話していたんだ。真剣な口調だったから気になってね。なるほど、貴重な情報感謝するわ。あとは我々に任せてちょうだい。絶対に悪いようにしないから。ああそうか、そう言ってくれると助かる。
なんだか肩の荷が降りた気分だよ。安心したら今度はボート釣りがしたくなってきたな。こうしちゃいられん。君たち、私はこれで失礼するよ。相当な釣りバカね。私なんか足元にも及ばないわ。長考師団とか言ってたけど、どういう集まりなんだろうね。それで結局そのカップルがどう事件に絡んでくるんだい。事情を知らない僕にも今節丁寧に教えてくれたまえ。そうね、かいつまんで説明すると、なるほど、それは確かにビンゴのようだね。となると今夜というわけか。ええ、念のため私たちも部屋を取った方が良さそうね。真夜中まで待つ必要があるし。うん、宿の受付で部屋を取りましょう。になられますか。うん、そのつもりだけど。エステル、ちょっと待った。やり残していることがあったら今のうちに済ました方がいいよ。一旦部屋を取ってからボースまで戻るのもなんだしね。確かに。それでは皆さん、お部屋にご案内します。こちらの部屋になります。では皆さん、夕食までごゆっくりお過ごしください。なかなかいい部屋だね。町のホテルにはない趣があって。うん、いい感じよね。値段もそんなに高くなかったし。さてと、夜が更けるまで私たちもゆっくりしますか。おお、ナイス提案だ。え、嬉しいけどゆっくりしちゃっていいのかな。休めるときに休んでおく。それも遊撃士の仕事のうちよ。食事するなり散歩するなり、しばらく自由行動にしましょう。まるで湖が光ってるみたい。対岸にオートがあるはずだけど、霞んでいてよく見えないな。さすが王国最大の湖だね。釣りをしたらめちゃめちゃ楽しそうだけど。やってきたらいい気分転換になると思うよ。うん、そうしよっかな。ヨシアはどうするの。僕は、そうだな、読みたい本もあるし、そこの席でゆっくりするよ。もう、じじくさいな。男の子だったら、もうちょっと体を動かさないと。そういうのは君に任せ。チェッ、付き合いが悪いんだから。まあいいや、早速場所を決めよっと。そこの桟橋あたりが良さそうだけど。
知らねえってば。また昼間から始めちゃって、いくら軽いお酒でも飲みすぎたら体に悪いよ。大丈夫大丈夫、こんなの水みたいなもんよ。エステル君、たまには息抜きも必要だよ。シェラ君を案ずるのもわかるが、ここは僕に任せてくれたまえ。いや、心配してるのはシェラ姉じゃないんだけど。ん？ところでエステル、ヨシュアはひょっとして振られちゃった？うん、実はそうなの。なんですって？釣りに誘ったんだけど、読書するから遠慮するだってさ。まったく薄情だと思わない？なんだ、びっくりした。軽く一杯やらないかと誘ってみたら即 OK だったのさ。シェラ君もようやく僕の魅力に気づいたらしいね。その自信過剰が命取り。彼女が酔いつぶれたら優しく無知というのは恐ろしい。彼女が酔いつぶれたら無知というのはここが、うん、早速始めよっかな。しまった、私さお宿屋の人が貸してくれないかな。ございますよ、こちらになります。宿泊の方には無理。え、ほへえ、それじゃ、このうんうん、だいじゃあよし、それよし。さてここからが完全よし、これでどうだ。あらら、ずいぶん可愛ら。さてどうしようかな。じゃあ、うん、うんうん、だいたいじゃあよし、それじゃ。よし、フィッシュオン。さて、ここからが。よし、これ。うん、なかなかの獲物ね。さてと、どうしようかな。じゃあ今度は仕掛けは何？よし、それじゃん。
よし、フィッシュオン。さて、よし。あらら、ずいぶん可愛らしい魚が釣れたわね。さて、どうしよう。じゃあ、今度は仕掛けはな。よし、それじゃあの。よし、さて、ここ、よし、こ。あらら、ずいぶん可愛らし、さ、どうしよう。じゃあ、ぽ。今度は仕掛けは。よし、それじゃん。よし、さて、こ。よし、こ。ま、小手調べってところよね。さてと、どうしようかな。じゃあ、だい、じゃあ、よし、それじゃ。よし、さて、こ、よし、これでど、げ、なんてお約束な。さて、どうしようかな。じゃあ、ぽ、だい、じゃあ、よし、それじゃ。よし、フィッシュ。さて、よし。あらら、ずいぶん可愛らしい魚。さ、どうしようか。じゃあ、ぽ。今度は仕掛けは。よし、それじゃ。よし、さて、こ。よし、こ。ま、こて、さて、どうしようかな。じゃあ、ぽ。今度は仕掛けは。よし、それじゃ。よし、さて、よし。げ、なんてお約束。さ、どうしようかな。じゃあ、今度は仕掛けは何。よし、それじゃ。よし、さて、こ。よし、ずいぶん可愛らしいさ。もう言う、うん、なかなかの戦果ね。見て見て、ヨシア、こんなに釣っちゃったわよ。あれ、ヨシア、あれ、これって
ヨシアの忘れ物かな。いつも済ましてるくせに割と抜けてるとこあるのよね。仕方ない、私が届けてやるか。それにしてもヨシアってばどこに行っちゃったのかな。